よう、いらした、半蔵殿。早速じゃが、鬼が出て、うちの殿は太宰府より戻ってこぬのです。腕が足りぬか、八千子殿のところに寄っておるかもわかりませぬが。一体どちらかの？ あなたのような異国の方が私の指揮を。ああ、申し遅れました。私は福と申します。この地を守護する一介の陰陽師にございます。以後お見知りおきを。その過ちは先ほどあなたさまが打ち倒した私の指揮、何やら起こっているようですが、あなたさま自らその怒りを鎮めることもできましょう。 機嫌を直したようでございますね。言葉を持たぬ者は行いや仕草で相手を知ろうとします。覚えておけばきっとあなたさまのお役に立つことでしょう。やっとここまで来たようじゃの、アンジン殿。お主の顔を潰すようで悪いのだ。やはりこれは立花の方だ。これを
私も共に参ろう。アンズル、私には父より受け継ぎし技とこの雷霧がある。足手まといにはなるな。どうもこの扉が一向に開かぬのじゃ。アンジン殿、なんとかなるまい。共に手をかざせ。おお、こういうからくりだったとは。なんと機械な。しかし我が身も顧みずかような地に自ら赴くとは、この姫君随分と殿のことが心配だったようじゃの。おい、おっ。銀千代か、助かった。仲というが、腐っても目男か。
spirit guided me to the Amrita. I think it's time to move on now. あの守護霊、お主にとって大事なものらしいな。お主が使った方が、この雷霧も喜ぼう。殿が異国に出兵した後、太后秀吉様がやってきました。太后様を拒み自害したとして、殿は、橘の民はどうなるのか。子を失いし我が身、この先長くはありますまい。しかし殿と力を合わせ民を守る、今はそれだけで嬉しゅうございます。